毎週シリーズでお伝えしている富山の SDGs。 月に一度今さら聞けない SDGs を大人はもちろん子どもにも分かりやすくお伝えしていきます。教えてくださる先生は富山市八尾町在住の深井信光さんです。深井さんは SDGs ジャーナルという YouTube チャンネルを運営されていて、アニメを使って SDGs を誰にでも分かりやすく広める活動をしています。深井さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、深井さんは今月1日チューリップテレビと SDGs 地域改革パートナー協定を結びましたね。はい、地域に根ざした SDGs が全国の人たちへの気づきへとつながっていくような仕組み作り、それをメディアの垣根を越えて実現するために、今回チューリップテレビとパートナーシップ協定を結ばせていただきました。はい、今回のように民放のテレビ局と私たち SDGs の専門メディアが協定を結ばせていただくのは今回が初めてですね。はい、ぜひ一緒に分かりやすく SDGs を発信していきましょう。はい、今日も早速勉強していきたいんですが、今日のテーマ何でしょう。はい、今日のテーマは SDGs 目標2番、飢餓をゼロにです。はい、飢餓は食べるものをしっかりと食べることができずに、栄養が取れずに普通に暮らしていくことは生きていくことが難しいような状態のことを一般的に指すんですね。はい、ですがちょっとそう言うと私たちが暮らしている日本には関係があるんだろうかって思ってしまいますよね。ではどんなふうに関係があるのかというお話の前に、まずはこちらのアニメをご覧ください。飢餓って何？アフリカの話でしょ？どうして食べ物がないの？世界では11人に1人、6億9000万人が飢餓に苦しんでいます。その原因は気候変動、ずさんな収穫、紛争、それから私たちにも原因が。世界中で飢餓に苦しんでいる人が11人に1人いるというのは驚きですね。はい、でもそれ以上に驚いたのが、その飢餓の原因が日本で暮らす私たちにもあるというこの事実なんですけども、これってどういうことなんでしょうか。はい、実は国連が世界の困っている、食べ物に困っている人たちに支援している食べ物の量がですね、380万トンなんですが、はいはい、私たちが日本で捨てている食べ物の量、自宅の家庭で捨てているような食べ物が284万トン、はい、それから飲食店や食品製造業、それからそういったところで捨てられている食べ物が328万トンで、合計612万トン、つまり国連が困っている人たちに届けている食べ物よりも 1.6 倍もたくさん私たちは日本から捨ててしまっているんですね。これは驚きの数字ですね。そうですね。でもかといってこの日本の食品ロスがどう世界の飢餓につながってくるんでしょうか。はい、確かにそこが気になりますよね。私たちが食べ残しをしなかったからといってアフリカに直接それが届くわけではありません。はい、ですが私たちが食べているお肉、豚や牛といったお肉の餌は実は海外からの輸入に頼っているものがほとんどなんですね。つまりその餌を作っている外国の土地やお水といったたくさんのものを私たちが食品ロスをすることで無駄にしてしまっているんです。そしてさらに私たちが自宅で食べ残しをした食べ物はゴミ処理場などに行って燃やされるんですが、その時にとてもたくさんの二酸化炭素を出すことで地球の温暖化、気候変動に悪影響を与えて、ただでさえ食べ物を食べることに困っている貧しいアジアやアフリカの国の人たちの生活を苦しくしてしまっているんですね。ということは私たちのそういった食品ロスの行動が巡り巡って世界の環境を悪化させているということなんですね。はい、おっしゃる通りなんです。はい、そこで今回ご紹介するのはこういった問題解決に取り組んでいるこちらの食べループさんというサービスなんです。はい、この食べループというサービスではこちらの大根のようにちょっと虫に食べられたりですとか傷がついてしまっただけの大根ですとか、こちら大きさがちょっと不揃いだったりするだけ、でもこういった食べ物はスーパーなどでは売れないということでそのまま処分されてしまったりすることが多いんですね。はい、なのでこういったまだ本当ならば食べられるのに食べられるものをちょっとでも安く買いたい人たちが買えるように、そして売り手の方たちはまだ食べられ
られるものを買いたい人に販売できるように仕組み作りをしているのがこの食べループさんなんです。そしてこの仕組みの中で上がった売上の一部は国連の機関などを通じて飢餓の困っている人たちを助ける取り組みをしているところに寄付されていくんですね。つまりビジネスによって持続可能な問題解決の仕組みを実現しているんです。なるほど、まあ、見た目が悪いとはいえ安く食べ物が買えて、しかもそれが世界の飢餓を救えるということになれば、これはとても意義深いですよね。はい、そうですね。それでは今日はですね、この後最後に私たちが普段の生活の中でも取り組むことができる食品ロス対策をご紹介したいと思います。それが賞味期限と消費期限の違いを知って買い物する使うということなんですけれども、はい、池田さん、はい、普段の買い物で賞味期限と消費期限の違いって気にされることってあったでしょうか？あんまり意識して買い物することはないですね。確かにそうですよね。なので今日ご覧になっている方はこちらを聞いてこれから意識していただけたらと思うんですが、賞味期限というのは実はまだ美味しく食べることができる期限のことなんですね。例えばポテトチップスですとか缶詰であったりカップラーメンといった傷みにくい食べ物に使われています。そして消費期限というものは期限を過ぎたらもう食べないでくださいね、食べない方がいいですという期限なんです。なので傷みやすいお弁当であったりとかケーキ、それから生のお肉などに使われている期限なんです。そのため私たちはついついですね、賞味期限が切れると捨ててしまいがちなんですけれども、まだ食べることができるので、できるだけすぐ食べるものは賞味期限の近いものから買うということ、それから自宅に買って帰ってからも冷蔵庫の中で賞味期限が切れたからといってすぐに捨ててしまわない、食べられるものであれば美味しく食べるということも普段からできる食品ロス対策なんです。ただしここで一つ注意があります。特にこのテレビを今見てくれている子どもたちにメッセージですが、賞味期限が切れて、がまだでもですね、になっていても、封を開けてしまっているような食べ物はちょっと傷んでしまっている可能性もあります。なのでしっかり大人の人に安全を確認してもらってから食べるようにしてくださいね。はい、大事なことですね。でもこれなら本当に今日からでも取り組めますよね。はい、そうなんです。はい、はい、この他 SDGs というのは国連や行政であったりの許可が必要なものではありません。今日の放送を見て、あ、私ならこういったことができるということに気づいた方はどんどん私の SDGs、 自分の SDGs に取り組んでいってください。はい、深井さんが制作したアニメ動画は SDGs ジャーナルの YouTube チャンネルでご覧ください。深井さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。以上、子どももわかる SDGs でした。